YouTube、 皆さんこんにちは、アニマルランドにようこそ。今回もですね、このように、ロード、部屋に持ち込んで撮影してます。今回やろうとしているのは、ここにスピードセンサーとケイデンスのセンサー、ここについてるんですけど、これを今回自作しようかなと思っております。今回はこちらのアーデュイーノ、最近ですね、アーデュイーノとジェヌイーノですね、こちらはジェヌイーノって言うんですけど、アーデュイーノとジェヌイーノ、2つの名前に、もともとアーデュイーノで1個だったんですけど、2つの名前に分かれてしまいました。いろいろあって分かれてしまったんですけど、そんなものを使って、作っていこうと思います。まずはちょっとパーツ確認してみましょう。アニマルランド、はい。今回使用する、部品見ていきましょう。まずこちらアーデュイーノ、アーデュイーノというかジェヌイーノ、こちらですねあとこちらブレッドボード、はい、抵抗が2つ、抵抗が2つ、今回10キロオーム使ってます。あとこちら磁気センサー、世界的にはリードスイッチで通じるのかな。と、ケーブル類ですね。こんな感じです。あと一応ですね、磁石用意してます。リードスイッチにパチパチパチってやるセンサーを働かせるために磁石を一応持ってます。ないとはできないですからね。そのような構成になってます。あとですね、こちらこれなんですけど、自転車につけた時の電源用に、携帯用の電源と、あと USB ケーブルでこうつないでやろうと思ってます。そんな感じの構成です。アニマルランド、はい。ではですね、ちょっと血栓の方見ていきましょう。ちょっと近づけますね。はい、こんな感じになってます。ですね、まずここからいきましょうか。プラスというか5ボルトの線、この赤い線なんですけど、これはここの5ボルトにつながっていて、この赤い線ずっといくと、ここのブレッドボードのプラスのところに刺さる。で、プラスのところからところにはですね、抵抗がそれぞれケイデンス用とスピード用に2つつけてあります。で、ここからここですね、これ信号線なんですけど、信号線用とセンサー用に線がつながってます。で、センサー用はもちろんセンサーの方に行って、戻ってきてこのマイナスの部分ですね、マイナスのところに戻ってきてます。で、このマイナスの線はここまで来て、ここからずっと来て、ここの見えるかな、グランドのところに刺さってます。で、先ほどの信号線はこちら、それぞれ10番と11番のところに刺さっています。そんな感じの構成になってます。でですね、あと、センサーなんですけど、そのまんまだと割れたりして危ないかなと思って、こんな感じで、セロテープで挟み込むような感じでくっつけてます。抜けたりする可能性もあるし、ペダルとか、ホイール当たってパリッと割れちゃうんで、簡単に、そんなこと、それでも危険にならないようにっていうか、割れたやつ踏んじゃったら足怪我しちゃったりとかするんで、そういうのも避けるためにこんな感じで、セロテープで挟み込んでます。はい、
ではこれをちょっと動かしてみようと思うんですが、つなぎますね。はい、まず簡単にちょっとここテープを抜けましょうか。フラフラしちゃうんで、はい、こんな風に止めておきます。はい、アニマルランド。ではですね、ここでプログラムの説明します。プログラムの構成としては、3つになってます。1つが、初期設定で、2つ目が、割り込みの処理。割り込みの処理っていうのは、まあ、今回だとセンサーが、磁石がピュッと通った時に、走る処理と、あともう一つは、常にぐる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 回ってる処理ですね。その3つになってます。まずこちら、Bluetooth の、規格の、設定になります。はい、ここを見ていただきたいんですが、GAT サービス、GATT サービス、多分 GAT っていうんじゃないかなと思うんですけど、ここの中にですね、実際、Bluetooth でつなげることができるものっていう規格が一応決められてるみたいで、いろんなものがそこにあります。このバッテリーとか、あと、血圧計ですか。血圧計とか、まあいろんなものが存在するんですけど、この中にずっと見ていくと、サイクリングパワー、これ自転車のパワーメーターのあれですね。まあ高いんでちょっと手は出せないですけど、あとこちらが、スピード&ケーデンス、こうなります。これが今回やってるスピード&ケーデンスの部分ですね。あ、これですね。はい。で、ここに、数字、ここに1816って書いてあります。これなんか開いても確か出てくるかな。サイクリングスピード&ケーデンスとありまして、ここに1816とあります。まあ、これが、実はですね、ここに1816。サービスは1816を使いますっていうことをここで宣言してます。じゃあ他にも 2A5B とか 2A5C とかなんかいろいろ出てきてますよね。じゃあそれぞれあるのかなってことで見てみます。まあもちろんあるんですけど、こちら見てほしいんですけど、これですね。Bluetooth のこのサイクリングスピード&ケーデンスの中には1個、2個、3個、4個の構成になっている、ものがあります。で、ここで、この一番上のこれが、メジャーメントって書いてあるんですけど、これが計測したデータが入る部分になります。まあ、それの通信の、プロトコルがここにあるんですけど、これが 2A の 5B。これが、こうですね。2A5B。これです。はい。で、これの 2A5B なんですが、まあ実際今回必要なのはここだけなんですね。この 2A5B だけです。で、どういう仕組みになってるかっていうのがここに書いてありまして、オイル、要はスピードセンサーですね。使うなら、トゥルー。で、クランク、ケーデンスセンサーですね。これ使うなら、ここトゥルーっていうふうにやってねっていうふうになってます。で、さらにこのそれぞれのデータを、ここに載せていくわけですけど、このサイズと載せ方のサイズとかですね、がここに載ってます。で、その時間。だから、ここにどん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 加算していったものを、スピードセンサーですね。センサーが1回検出されたら1。で、2回されたら2、3、4、5ってどん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 上げていって、まあそういうデータですね。そういうデータと、あとこちらに、現在時刻を渡す。その2つになってます。
次の声ですね。これも、クランクの方のやつも、まあ、加算していった値をどんどん入れていって、さらに時間を渡す。結局、こっちからデータを渡してるのは、加算データと時間だけをどんどん渡していて、で、まあ、サイコンの方が、実際はそれを使って計算して、今はケーデンスが、毎分いくつだよとか、そういったことを、計算するようになってます。速度も時速いくつだよっていう計算もするようになってます。そんな感じの仕組みですね。で、ちょうどその部分がですね、ちょっとループしてる部分になるんですけど、ここですね。ここは送信してるところなんですけど、今の3、この3っていうのが、まあ、1ビット目、2ビット目が経って3ですね。その3がここに入ってます。で、その次に、ここに4バイト分使いまして、まあ4バイト分っていうのは、ここに、ユニット32って書いてあるんですけど、これが4バイト分なんですけど、4バイト分使って、加算していった、ホイールのセンサーですね。それを送っています。で、ここは2バイト分使って、現在時刻というか、このデータを、センサー検出した時間ですね。その時間を送るようにしてます。で、この、ケーデンスの方も同じように、このケーデンスの場合は2バイトなんですけど、2バイト分送って、時間の方も2バイト送ってます。まあね、タイヤの方が回転が早いんで、ケーデンスというかペダルよりももうペダルの何倍も速く回っていくんでね、こういう、4バイトと2バイトっていう、まあそういう感じにはなってると、なってるみたいですね。はい。では、まずまあその初期設定の部分がこの最初の方にありますと。で、あと、まあ、こちらは変数ずっと使うものを宣言してます。で、こちら、次のとこですね。まあ、これはデバッグ用にシリアルでデータ見れるようにこういったのを書いてますけど、その後、ですね、こちらで、BL 引用のデータ、こういうのを使いますよっていうのをここで宣言をしていってます。で、ここで1回目にですね、通信、まあ空を1回送ってるんですけど、そういったことをしてます。そんな感じの処理ですね。で、次にここなんですけど、ここでは、割り込みの設定をしてます。ピンの11番、もしくは10番。に、検出、まあこれフォーリングになってるんで、検出してそれが消えた時、センサーが、オンになってオフになった時ですね。そこを見てます。オフになった時に、ですね、ホイールアットっていう、まあこれ関数があるんですけど、ここですね、こいつをメソッドですか。まあ、これを走るようにしてます。で、ここで何をやってるかというと、まあ、これ、ホイールの方も、クランクの方も、同じような作りになってるんですけど、ここでは、チャタリング防止策が、ここにあるんですけどね。チャタリング、要は、ポンって下がってからもうしばらくチャタるんで、少しだけ間を空けてます。で、それが、チャタリングが終わった後に、検出した回数を加算してます。もうただ、どんどん加算してるだけです。そういった処理をここでしてます。はい、ここからですね、ループの処理なんですが、ループの中では、このセントラルといって、スマホ、もしくは、サイコンの接続確認をまずします。ですね、ここですね、このワイルのところ、セントラルがコネクテッド。
スマホにつながってる場合、このワイルの中をずっと走りますよっていうことを言ってます。ここではですね、何をしているかというと、先ほど加算していた、オイルの検出数と、ケーデンスの検出数が、加算されたら送信しますっていう処理をぐる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 やり続けてます。で、加算のスピードがどん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 速くなっていった場合、何回かに1回、500ミリセックに1回ですね、0.5 秒に1回とかいう形で送れるように、ここで処理も入れています。で、その後ですね、ここなんですけど、ここでは何をしているかというと、まあ、センサー全然反応ないときに、データを送らないでいると、接続切れちゃうので、それを防ぐために1秒に1回、空というか、現状の、結果を送るようにしてます。そんな感じです。で、この後の処理、接続が切れた時の処理ですね、がこの後ろにあります。まあ、こんな感じの構成になってます。まあ実際ループの中をぐるぐる回るというよりは、ペダルが回ってる間はここだけがぐるぐる回ってる。そんなような感じになります。ではちょっと動かしてみましょう。ではですね、ここでシリアルモニターを、立ち上げて、データ見ながらちょっとやってみましょう。まずは、コンパイルしてデータ、登録します。で、起動します。はい、起動したと思います。では、この状態で、そうですね。これですね。RF、NRF コネクト。これ繋いでみましょう。これで、はい、これ見つかりました。はい、どんなデータが行くのかっていうのを見ていきます。あと、コネクトを押すとどうなるかっていうのをちょっと見てみましょう。はい。コネクトを押すと、つながるんで、先ほどの1秒に1回空のデータというか現状のデータを送るっていう処理が走ります。で、ここですね。メジャーメントの中身。ちょっと見てみましょう。メジャーメントの中身には、今、時間0、0、クランク0、0、全部0っていうのが送られます。じゃあ、ここでセンサーに磁石寄せてみましょうか。はい、一回やってみました。はい、今ですね、クランクの方のセンサー一回検出したんですけど、なんで、クランクの方が1加算されてますね。ここですね。で、その時の時間が送られてます。こういう感じで。いくと、どんどん加算されていますね。同じようにスピードの方もやっていくと、どんどん加算されます。これ同時にやっていけば、どんどん両方とも上がっていくと、こんなような。ちょうどここの数字ですね。これとここ一緒ですね。これがわかると思います。こんな感じで送られています。ではですね、これを、実際に自転車の方につないでみて、先ほどのこのキャットアイのツールを使ってちょっと見てみましょう。はい、ではですね、ケーデンスセンサーどんな感じでくっつけたのか、ちょっと見てみましょう。ですね、今現在、実際、キャットアイの K
経電センサーがですねここにくっついてるんですけど、でスピードセンサーそっちについてますが、ここにまあセロテープで分かりやすいようにペタッと貼っつけました。はい、こんな感じで、まあそれがずっとつながっていて、ここにブレッドボードですね、ブレッドボードを置いて、でももちろんスピードセンサーの方もずっとこっち来てこのブレッドボードにつながってます。でこのブレッドボードからこの下にアーデュイノ持ってきたんで、ここにアーデュイノがくっついてます。でまあこのですねタッパーの蓋にセロテープでくっつけてます。でタッパーの蓋を輪ゴムで、フレームにくっつけて、今度こちらにですね携帯用電源をくっつけてます。こんな感じになってます。はい、仕組みとしてはこんな感じで、まあこちらの、キャットアイの方は使わずに、今回作成したケーデンススピードセンサーこれだけを使って、ちょっと計測してみようかなと思います。アニモーランド。ではですね、早速携帯画面見ながら、やっていこうと思うんですけど、まあここでペダル回して、まあ検出したところを、まあ、この携帯で見てみようっていう感じです。まあ携帯の画面こちらに多分映ってると思うんですけど、まあこれ見てみてください。今現在ですね、速度ケーデンスのところ00って出てますけど、ここですね速度ケーデンス、もうすでにまあこれ00って出てるってことはもうこの機械認識してるってことですね。この上のとこ認識出てます。これですね、これが認識されてる状態になります。はい、なんでこのまま、回転させると、動いていくと思います。ではやってみましょう。まあついでなんでこれ保存していきますか。はい。ではやってみます。はい。早速速度の方がスーッと上がり始めました。ケーデンスの方はねちょっと遅れて上がってくると思うんですけど。まだかな。あ、来ましたね。33って来ました。はい、4。ちょっと上げていきます、少し。お、ちょっと安定しないですかね。35。はい、速度の方も上がってきています。ちょっと一回30キロぐらいまで上げてみましょう。ケーデンスどれぐらいだろう。40回転ぐらいまでいけば上がるかな。あ、もういきそうですね。はい。37、経電37で30回転、あ、30キロですね。時速30キロまで行きました。はい。このままちょっと上げていきますね。40ぐらいまで行ってみましょうか。ちょっと怖いですけどね。自分が乗って足でやってるわけではないんで、なんかすごい変な感じがします。はい、40キロ。まで行きました、はい、こんな感じですね。ケーデンスは40回転で40キロぐらいまで行きましたね。もう一回、はい、50回転ぐらいまで上がりました。はい、止めてます。ちょっとケーデンスの方がなんか少し安定してない感じがしますけど、時々ゼロになりますね。はい、でちょっと放っておきましょうか。今ですね、ケーデンスの方、ケーデンスはペダル止めてるんで、ケーデンスの方は今ゼロのままになってます。これでちょっと回すとまたケーデンスの方が少し上がってくんじゃないかなと思いますけど、はいですね、はい、このまま速度がどんどん下がっていきます。
はい、ゼロになりました。はい、じゃあ止めますね。はい、今動かしてみたんですけど、いかがでしたでしょうか。こんな感じでね、ケーデンスとスピードのセンサーを自分で、作ることができてしまうっていうのが、ちょっと面白いですね。まあここで一番面白かったかなと思うのは、この Bluetooth のね、BLE 使いまして、携帯と通信するところが、まあ結構難しかったんで、プロトコルを解析するの結構難しかったんですけど、まあそれでこそなんかちょっと面白かったかなっていう感じはします。今回は以上で終了になります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではバイバーイ。アニマルランドでは、自転車以外にもいろんなことやってます。こういったこととかこういったこと、いろいろやってますので、こちらもクリックしてみてくださいね。